一番山笠千代流れ、表題は中遊無双慶雲に輝く。人形師は川崎修一さんです。令和元年栄えある一番山は千代流れ、人形は加藤清正。その清正の左手人差し指はまっすぐ前を指しています。新しい時代の始まり、前に進む、始まりの号令というメッセージがこの一本指にはあります。さあ正木さん、いよいよですが、男たちどんな心境でしょうか。はい、7年に一度の栄えある一番山の垣手、緊張の一瞬ですね。はい、はい、そして福田さん、はい、緊張感高まってきましたね。目つきが違いますね。ドキドキしてきましたが、はい、さあ間もなくです。今年で778年目、令和になっても続く山笠、最初の山が動き出します。Yeah!